ファーストが一番難しいステージや支給武器で覚えてるのありますか？なんだろう。難しいステージはドンブラコだと思うけど、ドンブラコよりね、シキナダムで、今年のお正月にあった編成がね、いっちゃんやばかった気がする。難しかったと思う。ダムのお正月覚えてる？確かね、竹とボトルとアールペンとハイドラだっけな。辰年じゃん、今年。辰年をお祝いするみたいな。辰年をお祝いするお正月編成だったんだよな。竹はさ、なんかお正月に飾るやつね。門松みたいなの多分イメージされてて。で、ボトルはシャンパンだから、お祝いの雰囲気みたいな。そんな感じだよな。どうぞ、辰倒してください、編成。そう。それよ。辰年お祝い編成。あれやばかったよな。お正月だからやってない人も多いかもしれんけど。おはようございます。1月2日ね。今日のノラはね、まだやってないんだけど、支給武器がとんでもないから、これは荒れるの確定ですね。こんな編成なかなかないというか、1年に1回レベルのやばい編成だろうね、これは。今日ノラでカンストまでやっていこうかなと思います。達戦だけでいいかも。達戦だけやりたい。美味しいところだけつまみたい。そんな気持ちは確かにあるけど、でもね、まあそこまでの過程も楽しんでいこうよ。せっかくこんなひどい編成だからね。逆にね。なんか二人行ったわ。パタパー、やっといてくんね。いや、片翼で残しとくのが逆にいいみたいな。そういう感じかな。こんなことしてる場合じゃないかもしれんが、味方がうまいことやってくれているジェットパックを使えおうと思ったら味方とめちゃくちゃ被ったわ。ものすごい被ったわ。いや、これ、ワンマックでよかったかな。 ハイドラの足場にしてもよかったかもな。うーわ、もう。ナイスメガホン。任せろ。もう一回被るのは勘弁。柱、湧いてんな。あれ？肩パッドさっき、また湧いたの？ 毒体湧き、このウェーブ。まさかの。まさかまさかの。ああ、怖っ。6体ですか。ボムをどうぞ。完璧なタイミング。逃げましょう。帰宅ガチ勢強。また満潮か。ウェーブ1やばすぎてな。肩パッド多すぎなんよな。いや、スペシャルをさ、一人ずつ、一個ずつ使えればめちゃくちゃ良かったんだけど、同時にね、息が合いすぎてな。逆にな。息が合ってるというか、合ってないというか。同時に使いすぎてな。後々の肩パー、正直渋っちゃったんだよな。よし、柱は早めにやんないと。インクがな、とんでもなくきつくなっちゃうからね。ちょっと潜らってるからインク回復しよう。インク回復して。いや、この雑魚鮭さ、雑魚鮭なんとかならんかね。上からコウモリやるわ。任せて。天からの恵み。爆弾やれんかったか。使ってもいい感じはする。こっちのタワーやれた？わ、肩パワンパンじゃなかったな。こいつやれればまあ十分か。まあちょっと、もうちょっと倒したい感じの
はしたけど、まあ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 、あれあいつ倒したよなあいつさっき倒さなかったっけ。まあ、とりあえず命大事にでいこう。雨降っちゃった。ボムナイス。いくら持ってる人を救助して、入れて入れて、マジで入れて。あ、ナイス。あぶね、超あぶね。ジェットパックってもうないんだっけ。あー、干潮、よかった。満潮じゃない、干潮は一番マシだと思うわ。遠征的には固定が活かせるからね。コウモリ殴っていこう。ナイス、でかい。それはこの速攻やれた、このテンポ維持していこうぜ。こっちこっちこっち、ナイス。ちょっとこっち、ちょっとこっち手伝ってもらわないと。これは殴りで多分倒せる。 OK。 コウモリはもうしばいていくわ。とりあえずね、納品のことは一旦置いといて、まあ、いくら投げはしていくけど、処理を最優先にしていきたいかな。投げていこう。ナイス。うわ、復旧か。ハイドラが止めたやつ、ちょっと早めにやる。いや、これ鉄球行くよりこういうところちゃんと通していく方が大事な気するな。ダイバーコンテナ横に押させといて殴っていく。いや、これでかい。この3個でかいよ。で味方ね、納品大変だと思うから、なるべく頑張って納品進めていきたい。これ一緒に鉄板やっていきたいな。はい、これ止めて、あ、落ちか。ちょっと待ってよ、こっちボムでこれ救助して。いや、間に合わんか間に合わんか。あと4つ。頑張ったけどな。鉄球、まあやっぱ避けれんよな避けれんよな。いや、まあこんな感じがね、多分今日の編成はずっと続くんだろうな、間違いなく。頑張ります。満潮か。あ、ホップソナー久しぶり。え、ホップソナーマジで久しぶりなんやけど、昨日1回でも使ったっけ、このスペシャル。昨日のカンストまでやった時、ま、記憶にないんやけど。そのドスコイをハイドラントやってくれ。君の役目だ、実はこのドスコイは。ナイス。ハイドラが死んだ。あぶねえ、超あぶねえ。ちょっと待ってよ、次のターン爆弾を倒しまして、パワーが先だな。よし、命大事に。あー、ゴムで救助しようと思ったんだけど、こんなんやってる場合じゃないな。納品しなきゃ。止まるとこ。うわ、投げる。げ、あ、うおー、危ねえなもう脇やばかったな。タタパー多すぎるのよ。死ぬ前に投げといてよかった。投
壁蓋落として、はい、なるほど。正面のコウモリやりに来てみた、雨でやってくれた。ワンチャージで倒して、 OK。 雨なるべく落としていきたい気持ち。コウモリやろう。ちょっと ここにいると納品ができないんだけどさ、とりあえず処理を素早く、そこ入れて、もう使っちゃおう。これで鉄板を削れればいいなっていう感じで。コウモリもね、雨見れんな。ちょっと待てよ、モグラしっかり寄せた状態で倒す。鉄板さ、瀕死だと思うんだよな、そこにいるやつ。ノルマ入っただよね50ダメージで死ぬはず。わあ、ソナーない状態で満潮ハイドラ。夜か、でも夜は希望ある。希望が絶望に変わった。ちょっと待てよ、味方がとりあえずやってくれるの終わってからハイドランと無双タイム入るわ。いいぞ。あー、助かる。 OK、 交代。一旦ね、インク回復して任せろ。任せないで。カニ助かる。フルチャージ貯めとこう。フルチャージ貯める余裕あるかな。無理やりでも貯めて。いやー、でも終わっちゃったけど。一旦セミ。死ぬな、僕がフルチャージを貯めるまで死ぬな。よし、金鮭をね、倒したいよね。ボムで救助しちゃうわ。危ね、納品していきたい。休まん、不満帝王、帝王だけど、ごめん、命大事にいく。あ、セミさせて。怖すぎる。壁がちょっと塗られてて。危ねえ。あー、よくクリアしたわ、満潮光前。はあ、あまりにもホラー。この編成で満潮光前突破できたのはマジで偉い。これカンストいける？カンストはいけるよ、任せて。カンストいくのはできる。ただ、何バイトかかるかはわからん。